こんにちは。美味しいものが食べたいよしです、今日はね、前にやった味噌カツ、これのね、濃厚バージョンじゃなくてちょっとソースが緩い、タラッとした感じのね、ソースのバージョンを作っていきます。ほんなら煮込みはか。はい、まずねお肉の処理をしていきましょうか。豚肉はね、毎回言ってるんですけど、この脂身とね、この身の間にここにこう筋が入ってるんですよ。ここをね数箇所切ってあげてください。念のためにこっちからも切りましょうか。普通だったらねこうやってバンって切っちゃえばいいんですけども、ちょっと今日はねこの、形をちょっとそのまま取っておきたいので内側からね切っていきます。はい、あとねここにも筋入ってるんですよ。ここも一応切っておきましょうね。これ筋切りをしておかないとね、揚げた後にこうくるってこう丸まっちゃうんですよちょっとそれかっこ悪いですからね。はい、じゃあねこれで、お肉のね包丁を使った下処理っていうのはもうこれで終わりですね。はい、衣を打っていく準備をしましょうか。これ薄力粉ですね。それとパン粉、今日はね生パン粉を使っていきましょう。そして、卵をね溶き卵にするんですけど、ちょっとした裏技なんですが、そうですね小さじ2半分ぐらいでいいのかな。オリーブオイルを入れてみてください。こうするとね、逆に油が外へ出ていくのでカラッと揚がるっていう説があるんですよ説ですよ。体験的に僕らってやってるのでね、科学的な根拠とかそういうのはわからないままずっと、やってきましたんでね、本当かどうかわかんないです。油をちょっと入れてやるとね、カラッと揚がるということですね。はい、卵も溶きましたので、あとは塩コショウしないといけないですね。やはり味噌をね、ダッとかけますんでね、あんまりしっかりとした下味をつけてしまうと、しょっぱくなってしまいますからね、ちょっと軽めにしておきましょう。はい、ではコツはですね、たっぷりとまずもう どこもついていないところがない状態になるように、小麦粉をまぶします。でせっかくまぶしたやつをはたき落とすんですね。ここが一番のポイントだと思いますね。で卵にくぐらせます。今日はちょっと二度漬けをやってみましょうか。ここでねもう一回、小麦粉の方に戻しましょう。はい、今度もね、なるべく余分な、粉ははたき落とします。
品。これでね、パン粉がつきましたので、順番間違っちゃったな。先にソース味噌の方作った方が良かったですね。はい、それではねソースの方作っていきますよ。ちょっと今ね量り使ってるの測りながらやってみようかなと思うんですけどね、普段まず測ることがないのでね、何グラムって言ってもなかなか答えづらいので、今日はねこれ赤味噌は、八丁味噌ではなくて、赤だし味噌というのを使っていきます。よいしょ。八丁味噌ねすごく硬くて加工しにくいのでね、ちょっとこう柔らかめの、こうね、八丁味噌ですね。あ、ごめんなさい、八丁味噌じゃないや、赤だし味噌ですね。はい、じゃあね切りのいいところで 30g にしましょうか。30g ですね。そして、こちらはね西京味噌なんですよ。ちょっと器入れ替えてるんですけどもね。はい、じゃあね同量にしてみましょうか。同じ 30g でいきますね。そしてそこへですねみりんを入れていきましょう。みりんも 30g ですね。そして、砂糖ですね。はい、砂糖は 40g 入ります。そしてね、本だしをちょっと入れておきましょうか。はい、本だしが 2g 入りましたよ。じゃあここで一回ちょっとね、混ぜてみます。うん、いい感じですね。じゃあこれをね、このままでは全然硬いですから、お酒を入れて伸ばしていきますよ。今ねお酒 60g 入りました。火にかけてねアルコールを飛ばしていくんですけども、その間にだいぶ煮詰まりますんでね、これぐらいでいいかな。こんな結構しゃびしゃびなんですよ。はい、ではねこれを火にかけていきますよ。はい、では、この中にね鍋の中に、さっきの合わせた味噌をね入れていきます。砂糖が入ってるのでね焦げやすいです。絶えずこうやってかき混ぜながらね、沸騰させてください。はい、こんな感じでね、完全に沸騰してきました。2、3分、火にかけておけばねアルコール分は飛ぶと思いますんでね。はい、じゃあねこんな感じでかなりしゃびしゃびなんですよ。でこっから水分少し飛びますんでね、こんなぐらいでもう、火から下ろしておいてください。はい、いい感じですね。はい、油の温度なんですけどもね、温度計で測れば一番いいんでしょうけども、あまり温度計ってないじゃないですか。で僕らはどうやって見てるかっていうと、お箸をね突っ込んでみて泡の出方を見て、
温度が上がってるのかなとかそういうふうに考えてます、木製の木製っていうかこれ竹ですけどもね、箸じゃないとダメですよ金属の箸だったらいつまでたっても泡出てきませんからね。これはいちょっとねこうプクプクっとしてくる感じあんまり見えないな。あ、細かい泡が出てますよね。もう少しだと思うんですけども、なんかねガスの安全装置が働いちゃって。はい、ではね、いい温度になりました。揚げていきます。ちょっとお肉の大きさに対して鍋が小さすぎましたねこれ曲がっちゃうなこれじゃ。せっかくあの筋切りしたのに意味がないですね。とね、一回裏返しましょうか。はい、ちょっといい音がしてきましたね。時間にするとどうでしょうね、5分、5、6分多分今揚げてると思うんですけどもね、の箸でつまんでみて、あの細かな振動がこうブルブルブルっていうのが伝わってくると、まあまあ、あの上がってるかなっていうようなところですね。はい、じゃあこれぐらいでね揚げておきましょうか。はい、ペーパータオルを敷いたバットの上に、乗せていきます。はい、では仕上げていきましょう。いい感じですね。ちょっと分かります、このジューシーさっていうんですかね、じんわりこの肉汁が浮いてくる感じがたまらないですねこれね。さあ、さっきね、揚げてる間にこちらね、こう付け合わせをね用意しておきました。キャベツはね下品なまでにたくさん持ってくださいね。ではここへ乗せまして、先ほどのソースですね、これをかけていきますよ。もうこのキャベツの上からもねたっぷりかけていきます。はい、名古屋名物味噌カツパート2完成です。はい、じゃあね早速食べちゃうよ。いただきます。あ、めっちゃうめえ。そうそうですけどね、結構甘みが強いので、あの七味唐辛子これね合うと思いますよ。あとはね定番のこの辛子、これも絶対もう鉄板ですよね。鼻にくるおいしい。
美味しかった、はい、ねこの今日はねキャベツも野菜も全部ね、味噌をたっぷり絡めて食べてほしいなと思います。これ野菜もね味噌って結構ね味引き立ててくれるんですよ。まあこれ名古屋人の、習性かもしれませんけどね、他の他府県の方から見るとなんでそれはって思われるかもしれないです。このね甘味噌っていうのがね本当に、名古屋人の文化でもあるわけですね。今日は、あえてちょっと高温でねカリッとこう揚げたんですけども、その理由としてはやっぱりソースを上からソースで味噌ですよね、味噌を上からだーっとこう全部覆うようにしてかけてしまうので、しっかり揚げておかないとな衣がねふにゃふにゃになってしまうんですよ。なので、しっかり揚げるためにちょっと高温でね、色がきっちりつくまで、揚げてみました。いいなと思ったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。